私のところに本当に相変わらずすごく多い相談が「今の仕事が好きじゃない」「仕事を辞めたいんだけど辞めるわけにいかない」みたいなね例えば。 もうそう仕事のことは大して好きじゃないんだけど子育て中でしかも家のローンもあるし嫁さんがそんな辞めることを許してくれるわけがないみたいなところででも全然好きじゃないしってことでぐる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 回ってる人がいるんですね。で仕事を辞めれる人はいいですよ。ね転職して次のステージに行こうと。いできる人はいいんですけどできないという状況の人もいっぱいいるわけですよね。じゃあそんな時どうするかっていうことなんですけどもっと今よりも仕事を好きになれたらすごくいいわけですよね。あのー、ね好きではない仕事でも もうもっともっとと自分の能力を発揮して、ね、自分が本当にこう一流の実力になっていってなんかこう成果も上がって給料も上がっていったらちょっとずつ好きになっていけるかもしれないしそんな何でもかんでも仕事を辞めるんじゃなくて本当にこう今の仕事をもっと好きになったり今の実力が上がっていいことだらけなわけですよ。じゃあそれをどうやってやっていこうかっていう話なんですけどあの私結構何やってもこうなんていうかな器用ではないんですね。私全然こう どっちかというと、手先もそんな器用な方じゃないですし、不器用な方なんですね。で、なんですけど、あの、私。いわゆる、こういうタイプで。こうなると。私の場合、強いんです。もう、何でも、こうなると。あっという間に、結構、一流になっちゃうみたいな。すごい、こう、成果も上げちゃうみたいな。ところが、すごくあって。これ、なんでかなと思ったんですね。結構、な、例えば、高校時代に。英語もの、すごい、こう、勉強してるときは。受験英語に。 こうなったときは、えー、い塾だから、よぜみだかの模試で、こう、全国1位を取ったことがあったりとか、あるいは、あのー、空手とかでも、空手ってなると、結構、ま、数年で、こう、段取っちゃったりですとか、ね、あの、合気道とかでもそうですし、あるいは、講演家でもするとね、講演ってなると、こう、なんか、あっという間に講演家になっちゃったりとか、ね、コーチングに初めて出たときも、コーチングってなったときは、もう、あっという間になんか史上最速で、コーチングの学校の先生になっちゃうとか、とにかく、こうなると強いタイプで、 それ以外のことをほとんどできないんですけど、とにかくこう集中力があると。じゃあこれどっから来てるのかなと思った時に、私別に何でもかんでも器用なタイプなのではなく、好きになる力が半端ないんですね。例えば空手を始めた時に、 空手でもっと強くなりたいなと思った時は、24時間ずっと空手のことばっかり考えてる。寝ても覚めてもってやつですよね。講演家としてもう,こうデビューした頃は、もう24時間開けてもくれても、自分のスピーチがどうやったらもっと上手くなるかとか、どうやったらもっと伝わるようになるのかとか、そんなことばっかり考える。もうとにかく好きになる力とか、愛する力が半端ない。私前から言ってるんですね。努力って、 こうね、一生懸命、こう、眉間にしやすいってこうやることじゃないよと。努力って、好きになる工夫することだよ。ね、好きっていう人には、努力家は叶わないんですよね。うん。例えば、空手を、もう、強くなりたい、強くなりたいと、こう、眉間にしわ寄せてこうやってやってる人よりも、もう、空手のことが好きで好きでしょうがないと。ね、厳しい稽古も自分にとってももう、ただの生きがいなんだというふうに思ってる人の方が、 当然上達しやすかか、ったりとかこれ何でもそうですよねそう。昔からそういう言葉があります。もう皇室様の言葉でもあるようにもう好きな人にはかなわないと。うん。もうそういう言葉があるように本当にどんな努力もこれを愛してる人には絶対に太刀打ちできないんだという言葉があってだからとにかく自分がやってる仕事を愛することができるんだったらそれは 当然一流になりやすいですよね。もう寝ても覚めても仕事が楽しくてしょうがないと。ね、私で言うと、例えば週7本、ぶっ、 投資も丸一日講演会ですとか、下手するとその丸一日講演10時から18時とかやった後も,もうさらに、えー、19時からもう一本9時半まであのもう一本講演が入っててさらにその後夜の9時半予約で夜中の12時半まで3時間コーチカウンセリングをしたりとかそんな予約がバカバカ入ってるんですね朝から晩まで喋りっぱなしもう人の人生に寄り添いっぱなしみたいなそれを世の人はヒロさんすごいですねって言ってくれたりしますでも私は変な話何にも努力を してるつもりはないんですね。もちろん、もう全身全霊心込めてやってますけど、楽しくて仕方ない。この仕事が好きで好きで好きでしょうがない。ね私は本当にもう自分の趣味と生きがいと、もうやりがいと、特技と仕事が全部一致してます。それは人前、人に物を伝えること。ね言葉を通じて人の心に火をつけること。これこそが自分の一番の 本当に生きがいで特技で仕事でもあるので、それは当然上手くなって当たり前だし、っていう部分ですよね。なので、多くの人がもっと今の自分の仕事を愛することができる、好きになる、慣れたとしたら、ほらもっとみんなが一流になっていくんだろうな、と思うんです。じゃあ、その仕事が好きになれないから困ってんだよって言われると思うんで、確かにポイントはいくつもあると思うんですけど、大きく分けて、こう、二つ方法があると。 で一つはですねまず目的を明確にすすることですよね怖い何のためにこの仕事をやってるんだろう、うん、何のためにこの仕事をやってんだっていうその答えが <laughs> 生活するためにしょうがないじゃないですかとか家族いるんでしょうがないですよとかだって家のローンだってまだ65歳まであるんですから。 ぐらいの目的だと、これは心折れると思いますよ。ね、もちろん家族のことを愛して愛して愛し抜いていて、家族の笑顔のためだったらどんなこんなにでも耐えられるっていう人であれば、あるいは頑張れたり、もっと仕事を好きになれるかもしれないけど、ちょっと厳しいですよね。なんで俺、家族のためにこんな頑張ってるんやろ。 もう子供たち成人してもう独立したのになんで家のーンのためにこんなに頑張らなきゃいけないんだろうっていうふうに時として疑問が芽生えたりそして自分が本当にこう元気がなくなる瞬間きっとあると思うんでこの「目的」「ホワイというのはどこまでも掘り下げることができます。 うん、良ければ、ノートに、そういうことね、書き付けてみてほしいんです。簡単に答えは出ないけど、なぜ僕はこの仕事をやってるんだっていう、その答えを、最低でも50個、できれば100個ぐらい、なぜなんだっていうその答え。当然ね、家族を幸せにするため、子供たちの成長のため、妻をもっと笑顔にするため、家のローンを払って、家でもっと幸せな家で暮らすため、最初こういうの出てきますよね。でも、だん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 それが、 お客様のどんな喜びのためなんだろうとか、社会に対するどんな貢献のためなんだろうとか、部下がこう成長してこんな風に幸せになってほしい、部下一人一人が本当に幸せな人生を歩んでほしいとか、いろんなあなたの中の目的、ホワイが出てくるはずなんですね。これをいっぱい書けるようになると、ちょっとエネルギーが上がります。みんな、目的も見えない状態で働いている人が非常に多いんですよね。目的というのは、まさに、えー、マラソンで例えるならゴール。 ですよねね、皆さんゴールのないマラソンって全力ででで走るることができるでしょうか、ね、もちろん目的って果てないもんなんでそのゴールって本当にずっと向こうにあるものかもしれない42.195なんかじゃ効かないぐらいね果てなき向こうにあるかもしれないけどでも俺はそこに向かって歩むんだとそこに向かって仕事するんだと思った時に心の中でエネルギーが増していったりとかねでしかもその目的っていうのは。 家族のためっていう、そういう身近な目的もあれば、もっともっと大きな目的もあるはずなんですよね。社会のため、日本のため、ひいてももう地球のため、ね、地球環境が今こうなってるから、僕がこの仕事をすることによって、この綺麗な星、地球が本当に子供たちに、未来の子供たちに受け渡していくことができるかもしれない。なんてことに心ワクワクするかもしれないし、 ね今、本当にこう、なんかみんなが元気なくなってるこのね、ちょっと自信なくしちゃってる日本人が、僕がこの仕事をすることによって、もっとみんなキラキラし始めるんじゃないかっていうところに思いをいたすとか、で、この目的っていうのは、終わりがあっちゃいけないんですね。これちょっと矛盾しますけど、そう、ゴールなんだけど、終わりのないゴールというか、この設定が大事なんですね。だって、ローンって払い終わるじゃないですか。払い終わった時に、俺何のために働いてきたんだっけ なりますよ、65歳になってもうね仕事も定年したでローンをなんとか払い終わってでってなるはずなんですよね俺何のために今まで何十年も働いてきたんだろうってこれねゴールが簡単にできてしまうものってゴールテープを簡単に切れてしまうものって本当にね虚しくなりますだからそういう意味では自分の心がワクワクしたり果てなきもののために。 頑張れるような、そういう目的をノートでたくさん書いてみる。で、100個書いたなら、特にその中でも、ベスト10ぐらいにこうやって赤い丸つけておいて、それを一覧表にしておく。そうすると、そうか、俺ってこのために働いてるんだろう。 なんていうことを、それこそその携帯の待ち受け画面にしてみてもいいですし、ね、いつも見るその手帳の1ページ目に貼っておいてもいいですし、そうか、しんどいことも辛いこともね、上司から嫌味言われることも、成果がなかなか上がらないこともあるけども、俺はここに向かって働いてるんだよしっていう、この心のブレーキがかかるはずなんですよね。本当にこうね、 自分が下がろうとした時のブレーキですよね。なんかこう、これ以上もう本当になんか逃げたいなってなった時にグッとこらえて、ブレーキをかけて、また前に向かってアクセルを踏むことができる。そんな自分にとっての本当に素晴らしい起爆剤になるというか、怖い目的っていうのは本当に大事ですよね。私たち一人一人も、何のために生きるのかっていうことが明確になってる人間はすごく強いです。こんな言葉がありますね。目的を知ってる人間には絶対叶わない。そうですよね。同じ仕事をするでも、 なんとなく働いてる人と、俺はこの目的のために頑張ってるんだっていう人で、エネルギーが同じなわけがないですよね。人生だって、なんとなく日々を生きている人と、俺はこのために生きている、ここに向かって歩んでるんだっていう人に、エネルギー一緒なわけがないし、同じ人生になるわけがないんですよね。なので、このホワイト目的というのは、本当に自分で50個、100個一生懸命ノートに書いてみて、その中で自分の中で特にベスト10を選んでみることによって、ここに向かって頑張るんだ。 目的を明確にするっていうのがまず今の仕事をもっと楽しめるようになる1つ目のポイントで、ね。で2つ目はちょっと似てるんですけど自分の仕事の好きなところも100個書いてみる。ね 嫌いな仕事こそやってほしいんですね。ほんとこんな仕事やってられへんわと、もともと俺事務方なのに、なんで営業の仕事やんなきゃいけないんだよとか、俺もともと人と接するのが好きなのに、なんでこんな中の仕事をやってるんだよってね、自分に向かない仕事をもし今やってる人がいたとしたら、ほんとに辛いと思います。で、あるいは仕事自体は嫌いじゃないけど人間関係があんまうまくいってないとか、もうなんかいけすかない上司がいるとか、もう使えねえ上司がいるとかね、使えねえ部下がいるとか、もういろんな人がいると思うので、 そんな中でも自分がこの仕事のどこが好きなのか、ね。お客さんとこういう会話をした時が幸せ。お客さんがこうやって、ね、言ってくれた時が幸せ。例えば飲食店だったらお客さんが美味しかったよ。言ってくれた時が幸せ。また来るねってその一言が嬉しい。とか、ね、同僚がこういうふうに言ってくれた時が嬉しい。みんなでこういう成果を上げた時が嬉しい。 ありますよね例えば介護の仕事だったら、ね、おじいちゃんおばあちゃん高齢者の方のこういう笑顔こういう風に何か、ね、これまではの入ってきた時本当元気にならなかったおじいちゃんおばあちゃんがなんかちょっとずつ元気になって笑顔になってここは楽しいなって言ってくれたその瞬間がすごく嬉しい。 ね、ファッションの仕事だったら、なんか試着をして、お客さんが嬉しそうに、いいものを買えたらって笑顔で帰っていくその瞬間を見るのが好きとか、どんな些細なことでもいいですよ。あるいは、ね、お金が好きな人だったら、もうレジの中にお金がいっぱい入ってることがすごく嬉しい。別に俺の金じゃないけど、みたいなね。<laughs> そんなんでももちろん構わないですし、本当に、仕事の中で小さなことでも構わないので、好きなことを、それこそ50個、100個、300個、500個、ね、 できれば書く。まあパソコンに打ってもいいですけど、書くってやっぱエネルギーが乗っかるんで、ノートにでも書いてみる。ね、ノートにその目的をグワーって書いた部分と、本当にこう好きなところをいっぱい書いてある部分とかある。そんなノートを一冊用意しておいて、心が折れそうになった時にそのノートを見てみたりすると、エネルギーが絶対上がるんですね。うん。私たちって、なんとなく生きることができます。 なんとなく今日も仕事に行って、なんとなく生きてて、なんとなく家に帰ってきて、それを1ヶ月ね、暮らしていると、なぜか給料が入ってくるみたいな、ね、そういう仕組みの中で生きていたりするので、そんなに生きる、働く目的を明確にしたり、どんなところが好きなんだろうってことをわざわざ明確にするっていう、そんな習慣ってあまりないと思うんですけど、だからこそ取り組んでみてほしいんですね。だからこそは、あえてちょっとそれを一気にやってもいいですし、 えー、休みの日とかに、本当にこう、あ、いや、できれば休みの日じゃない方がいいな。毎日10個でもいい。毎日5個でもいい。ちょっとずつ書き足していく習慣をつけてみると、それだけで変わっていきます。おすすめは、えー、これなかなか大変ですけど、ノート1冊買ってきて、ノートの1ページ目からは、目的をひたすら書き続ける。 目的ってね、途中で答え止まることがあると思うんですけど、それでもどんな些細なことでもいいんで、俺はこのために働いてるってことを1ページ目から書き始める。で、 後ろのページですね。後ろのページから今度は、遡って、えー、自分がこの仕事がこう好きなところをひたすら書き続ける。だからできればページ数あんまり多くないノートがいいと思うんですけど、ちょっと薄めのノート買ってきて、ね、えー、先頭からは目的をスタートして、で、後ろからは自分がど,どの仕事が、仕事のどこが好きなのかっていうのが、これがこうある部分、こう、ぶつかって一冊になったりすると、もうこれね、めちゃくちゃ宝物ノートになります。 うん、俺は仕事でどんな辛いことがあっても、このノート一冊があれば、もう乗り越えていけるみたいな、本当にね、珠玉の人生の宝物になるはずなんですよ。で、自分が引退した後に、このノートがないつも俺を支えてくれたってことが、すごい思い出になると思うし、もうね、このノートだけは俺の看護目に入れてくれるぐらいの、本当に、このために俺は頑張ってきたんだっていう、そんな宝物になります。これを。 ちょっとずつ書き足していって完成させるのを楽しみにしてでもいいですしちょっと薄めのノート買ってきてあっという間に完成させてもいいと思うんですけどとにかくこういう習慣をわざわざつけるあえてそれをやってみるっていうのがすごく大事なのかなと思うんですねやってみてくださいこうやってやると仕事が生きがいになってますになってきますちょっとずつそうかこの目的のために俺今この困難にチャレンジしてるんだなとか この成長のために今こんな辛い状況を今俺は乗り越えようとしてるんだなっていうことが自分でもだんだん分かってくるんですね。目的が明確になってくると本当に心が折れにくくなったり心が粘り強くなって一歩一歩前に進んでいくそんな原動力になっていくはずなんでこの目的と好きなところのノート一冊本当におすすめなのでやってみてください。そうやって仕事を生きがいだと思って楽しいなって思って生きていける人が一人また一人と増えていったら。 本当にいいかなと思います。ぜひ好きになる工夫のためにこのノートを完成してみてもらいたいなと思いますえ。本当にこれからも日本人がみんな仕事好きになれたらいいな。そんな国になれたらいいですよね。もっと国力上がりますからね。素晴らしい世界になっていくと思います。これからも応援します。いつもありがとうございます。大好きです。 いいつもごご視聴ありがとうございます、えー、チャンネル登録していただくと日本を元気にしたい日本中復活したいっていうね私のメッセージがまた日本全国に届いていきますのでぜひチャンネル登録よろしくお願いします。